今思えばそこでやっぱあのサムエの下にね、あのサムエのところにこう2丁の拳銃が入ってたから、そう非常にそれが印象的ですね。で後ろ向きに手を振ってじゃあなって言ったのがもう最後の先生と交わした最後のところになりますね。騒ぎ不残の雲は乱れ飛ぶ、混濁の世に生まれたては義憤に燃えて血潮湧く。